森のファミリースクールは、子どもたちの環境教育、木育への取り組みとしてテレビ金沢などが開いているもので、年3回の開催のうち、今日がその1回目です。会場の硫黄の里オートキャンプ場では、思い思いの絵やメッセージを書き込んだ木の板を土台に取り付けていく木道作りが行われました。ハムスターです。ハムスターです。楽しい。初めてだから、うん、そうだね。だって初めてのこと楽しいからそうだね。星描きました。好きやから。取り付けられた木の板は車椅子やベビーカーでも森の中を散策できるぬくもりの小道となります。また今日は安全に木登りを体験できるツリークライミングなども行われ、参加した親子連れらが森の中の一日を満喫していました。